皆さんこんにちは、マイヌレです。ということで今回は海岸線噛んだ海岸線やっていきたいと思います。エリアを確保し爆弾を守れ。おー、キッチンですか。10秒。ザマを使う。このエリアにいると敵に見つかるぞ。敵に見つかった。引き返せ。やべ、近い。リロードする。そこは敵の支配下だ。すぐに離れろ。気づかれた。敵オペレーターは残り一人だ。ここにいると敵に見つかるぞ。位置がバレた。敵部隊を排除。この人サプレッサーつけてたね、今。チュンチュンっつって。ということで攻撃どうしようかな。突るか、普通にゆっくり行くか。するか。うん。エリアを確保し爆弾を守れ。有して。まあ起動準備を。突つか。ここのカメラ壊してないのか。なんかいたし今。そこは敵の支配下だ。すぐに離れろ。見つかれた。敵部隊が一人残っている。ここディフューザー落ちなんだよな。敵部隊を排除。ナイス。ミッション成功だ。諦めない。突る。スキャンする。
とするのやめた。パルス厄介だね。ここやべえ。マジか。うわ、びっくりした。お、すげえ、勝った。敵部隊を制圧。ナイス。こちらの勝利だ。皆さんこんにちは、マイノリです。ということで今回はアルファパックをね、このなけなしの、なけなしじゃねえないっぱいお金が余ってたんでちょっと10個買いました。10個しかないけど、まあ10個あればね、結構いろいろ出てくるんじゃないかなと思うんで、ちょっと引いていきたいと思うんですけど、あのね、よく僕の動画とか見てくださってる方々に、あの、そのスキン何ですかみたいな、どうやって手に入れるんですかみたいな聞かれるのが、僕のね、あのキャラってこのゼブラスキンなんですよ、全部これね、でゼブラとエビのチャームなんですけど、これね、ゼブラはあのサファリなんとかっていうのをですね、このショップの方で、ショップに多分ね、あのデジタル、え、なんだっけ、デジタルなんとかみたいな、そのお金で買わなきゃいけないところがあるんだけど、そこで買う必要があって、なのであのリアルマネーで買わなきゃいけないんだよね、これだからガチャで当たるのかよくわかんないんだけど、まあ、もし欲しいと思った方がいればね、もうぜひこのゼブラスキンと、まあ、僕がよく使うのはあれか、バンディだね。バンディのこの銃にね、ゼブラスキンつけるとめちゃくちゃ可愛いんですよね、これ。ほら、でこのゼブラスキンに、まあ、今ちょっとなんか変なチャームついてるけど、なんだっけ、お寿司のねチャームをつけると、エイムが良くなります。はい、ということで、皆さんもぜひ、多分今安くなってるって話を聞いたんだけど、まあ、実際どうなのか分かんないけど、まあ、ぜひね、可愛いんで皆さんも買ってみてくださいっていうことを最初で言いたかった、で早速ね、10個引いていきたいんですけど、まあ、僕あんまりスキンはね、さっき言ったゼブラスキンで間に合ってるのであんまりいらないんだけど、まあみんなが欲しがる、ブラックアイスか。ブラックアイスね、欲しいね。まず一つ目。これ白は多分ダメなんだよね。あー、ダッサいね、これ。スカルレイン。コモンヘッドギア。まあ、サッチャーはよく最近使うけど、緑はちょっとダサいか。これも白か。あ、これいいじゃん。ブラスナックル。まあ、使わないけど、僕はお寿司で間に合ってるんで。お、来た来た、ブラックアイス R4C。 僕はメインアカウントっていうかね、スタジオマイノリティっていうアカウントではこれ持ってるんですけど、まあでも R4C はよく使う武器だから、お、いいね。さあ、これで運を使い果たしたわけじゃないでしょうね。お、フロストか、いいね、これ、カナダの。さあ、これ何箱目？ 4 か5くらい。あー、白か。これはいらないね。なんかダサい。
あと5。さあ6箱目、あ5か、あ分かんくなってきた。いややっぱ白が多いね。これもダサいね、ベルベットシェル。あと1回ぐらい紫か金色欲しい、ね、あ青は、おいいじゃんこれ、チビパルス。僕パルスよく使うんでちょっとあれつけようかな、パルス。散らすね、お待ちください。あー白、これはレッド黒、これいらないんで。あと2個、まだブラックアイス出たのよかったか。できた、あー白、あな、ないか分かんなかったけど白だからいいや。ラスト、ラストでこれ奇跡起きるか。だー残念。あ待って、お金全部使っちゃおうぜもうこれ。あいいじゃんこれ、なんかかわいい。オアフどうやって買うんだっけ、これか。あと、いくつか買えるね。1、お金ってね使い道がないんだよね。アルファパックくらいしか、もう3つ引けますね、3つ。合計13かということで、あと3つ引いていきますか。さああと1つぐらいいいの出てほしいよ。今のところパルスとブラックアイスぐらいか。あと2個。皆さんね、ぜひどういうキャラの、どういう武器の、こういうの当たりましたみたいなのあれば、あのコメント欄で書いてくれると嬉しいです。青かー、おこれファンブル、これはイエガーのヘッドギアか。これはまあ使えそうだね。ヘッドギアは、まあ、個人的には嬉しいかな。じゃあ残念、白でした。ということで皆さん、あのぜひねコメント欄で、私はこういうの当たりましたみたいなあれば、はい、書いてくれると、なんかねみんなでこう、わーいいなーみたいな。やりたいんでよろしくお願いします。ということで皆さんご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお待ちしてます。バイバイ。あちゃんとみんなゼブラスキン買ってねー。